山尾観音は愛知県稲沢市にある観音寺院。本尊は十一面観世音菩薩。寺というより民家の中に祀られているが、小規模ながら門前町があり、飲食店、土産物店がある。江戸時代より、ここの井戸水は万病に効くという民間信仰がある。現在でも多くの参拝者が訪れ、井戸水を汲みに来る。 諸説あるが、安土桃山時代、現在の稲沢市に存在した一式城の城主である橋本同一の弟で、野郷城主の橋本大前がこの地に観音菩薩を祀ったのが始まりという。遺説として、江戸時代後期の本郷村農民が祀ったとも言う。細野金目人氏は、環境満筆において、息子の一徳が野郷観音の当主から聞いた話を記している5月20日。 江戸時代から続く民間信仰で、ここの井戸水は万病に効くとされている。特に皮膚病に効果があるという。参拝者は各自瓶やペットボトル等の容器を持参し、ここの井戸水を容器に入れる。この水と共に祈祷を受ける。祈祷を受けた水を持ち帰る。この水を患部につけたり、飲むことで効果があるという。江戸時代後期この近くに、 諸国巡礼をしている行者が通りかかった。夜になり、どこか泊まる場所を探していると、一軒の家にたどり着いた。行者が、一晩泊めていただけませんかと頼むと、この家の主人は、行者のみすぼらしい姿を見るなりとおしめ、追い払ってしまった。行者は、その行動に対し、やがてこの家は滅びるだろうと嘆いた。行者は、本郷村の一軒の家にたどり着き、 一晩止めていただけませんかと頼んだ。この家の主人は心の広い人で大したもてなしはできませんが、どうぞと行者を招き入れた。明くる日、行者はお礼を述べ、再び巡礼に向かった。主人がふと見ると小さな小箱が部屋に置かれてあるのに気づいた。小箱を開けると小さな観音像があった。主人はあの方は高貴な方に違いないと思い、この観音像を お祭りした。この観音像が、野豪観音の始まりだという。教者の頼みを断った家は、やがて不幸が重なり、とうとう滅びてしまったという。愛知県稲沢市八和瀬町2664、愛知県道121号津島稲沢線沿いにある、名鉄バス、野豪観音全と稲沢市、コミュニティバス、野豪観音のバス停名鉄名古屋本線神野宮駅、下車。 コ宮駅、バスターミナルより、名鉄バスや号線、または、稲沢市、コミュニティバス稲沢中央線に乗り換え、名鉄バスは、ヤゴ観音全バス停で、稲沢市、コミュニティバスは、ヤゴ観音バス停下車。ありがとうございます。